はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあダウンロードコンテンツ来まして、レベル上限が解放されました。全職業に新しい技が追加されたので、それを見ていきましょう。全部やるとちょっと長いので、下級職と上級職に分けて前半後半でやっていきたいと思います。では今日は前半の下級職6職ですね。戦士、僧侶、魔法使い、武闘家、盗賊、旅芸人、この6人見ていきましょう。まずは戦士ですね。戦士2つ覚えます。1つ目がこれ、新刃砕きですね。ヒューザも覚えるやつですけども、攻撃を2段階下げる、すごく使えるスキルです。そして2つ目ですね。2つ目はこれ、ロストブレイクです。アンルシアも覚えるんですけども、主人公戦士でも覚えます。続いては僧侶です。僧侶は3つ覚えます。まず1つ目、女神の祝福ですね。そして2つ目はこれ、リベホイムですね。かなり HP 回復させるのでいい感じです。そして3つ目は必殺技ですね、ベホマを覚えます。全回復ですね。そして次、魔法使いですね。魔法使いは2つ覚えます。1つ目は特技、不気味な閃光ですね。呪文耐性を下げます。2つ目は必殺技ですね、メラガイア覚えます。次は武闘家です。武闘家2つ覚えます。まず1つ目、貯める3ですね。テンション 50% 上げます。2つ目も特技、行運流水ですね。テンションを、一定の間維持するという技です。次、盗賊です。盗賊2つあります。まず1つ目はサプライズラッシュ、攻撃してひるませます。そして2つ目はこれ、テンション強奪剣ですね。テンションを奪います。それでは旅芸人に行きましょう。旅芸人3つ覚えます。まず1つ目、エンド・オブ・シーンですね。確か眉優しか今まで使えなかったんだけども、主人公が使えるようになりました。そして2つ目、戦いのビートですね。これはオンラインでめちゃくちゃ使ってたな。そして3つ目、これです。超ハッスルダンスですね。むちゃくちゃ回復しますよ。はい、ということで今日は下級職6人の新しい技見ていきました。旅芸人がとにかく強くなったと思います。バフでね、一気に全員の攻撃力2段階上がるし、ものすげえ HP 回復させるしで、旅芸人これかなり使えるはずだと思いますよ。はい、では次はですね、上級職の方もやっていきます。そちらもチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。